忠恒つは、鎌倉時代初期の武士、山和忠氏の祖。忠氏は、聖和源氏の着流で、源の三中の後院である。三つ中は、摂津国ただに住み、その九代目の子孫と称する忠氏もの守る興味が、憲法二年、一族を引き連れて、今の宇田氏室忠の地に来たり、ここに住み着いた。そして、忠城を本拠に、後に、 カイ城を出城として、東山内種の中心勢力をなすに至った。南方の葉山に城を構えていた、葉山氏ともたびたび戦いを交えていたことが記録に残っている。すなわち、文明17年と、その翌年に、両者の合戦があり、勝ったり負けたりしていたが、文明19年4月には、ただしが降参し、葉山氏の勝利で、戦いは終わっている。 ところが、炎徳三年五月には、富山富士は、幸福寺六番州に攻められて屈服し、葉山の城は焼き払われた。同月十五日のことである。葉山市の母大所は、城山の東方に見える、明州院である。代々の母妃はこの寺の老松の下に並んでいる。今は、平和なこの地域にも、戦国の世には各地に、地侍が割拠して、 死みどろの闘争を繰り返していたのだった。忠次郎、延べ実は、天正四年、織田信長が北畠氏を攻めるや、これに従い、伊賀で戦死している。白を常種は、豊臣秀吉の北条氏討伐に加わり、天正十八年、小田原城で、戦死、忠氏の着党はここに耐えるのである。 摂津源氏の着流であったただしの一族で、源の三中の八大孫にあたるのせかよりの、ことされるが、山和国広瀬郡中村氏の一族とも言われ系府は、はっきりしない。ただしは、元略2年に、累代の所領であったただそうを失っており、一族であった慶術は、憲法年間に、本願の摂津より、山和宇だ郡うん、ただの地に移り住んで土着したとされる。 一行、刑実の子孫は、山と国崎山内地方の有力黒人として、中世を通して存続した。ありがとうございます。